はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay 7月からのキャンペーン追加情報、使えるお店や注意点などということで、今回はですね、来月7月から始まる PayPay のキャンペーン、ワクワク PayPay の追加情報がありましたので、注意点など含めてですね、お伝えしていこうかなと思います。今回はですね、新たにキャンペーンのページが出ていまして、おさらいとしてこちらですね、7月は対象の飲食店、スーパーで PayPay ランチ、ランチタイムなら 10% 戻ってくるということですね。ちなみに、ソフトバンク、Y モバイル、Yahoo プレミアム会員なら最大 20% 戻ってくるということになってます。期間は7月の1日から7月31日の11時から14時の間となってます。還元などに関しては以前動画でもお伝えしているので、下の概要欄に説明したリンクの動画を貼っておきますので、ご確認をお願いします。そして気になる対象店舗なんですけども、こちらですね、アスタラビスタ、かっぱ寿司、フードマーケット、マム、スーパーマルハチという、安くなーみたいなとは一瞬思ったんですけども、今回はですね、ランチやスーパーという6月のドラッグストアのキャンペーンよりかなり幅広いので、まだこれは更新される可能性もかなり高いかなと思います。一応、キャンペーンの期間中のお店の探し方として、左下の近くのお店をタップして、そして表示されたマップのお店の上にワクワクというマークがついていれば、キャンペーンの対象店舗となっています。ちなみにこのポスターが貼られていても対象店舗となりますので、ぜひですね、期間中はチェックしてみてください。そして、ここからは僕が気になったことがあったんですけども、時間帯の制限についてということですね。それについて注意事項があったので、紹介していこうと思います。こちらですね、入店ご注文時間に関わらず、PayPay による決済が14時を過ぎた場合は対象外となります。配達飲食サービスをご利用で配達時間の遅延により14時を超えた場合も含みますという感じなので、13時59分とかで書き込みで入店しても確実に14時は過ぎてしまうのでアウトということになりますね。あとはこちらですね、ちょっとした Q&A みたいな感じなんですけども、レジに並んでる間に14時を過ぎた場合は対象になりますかということで、回答としたら入店ご注文にかかわらず決済が14時を過ぎた場合は対象外です。時間に余裕を持ってレジにお並びくださいということですね。そしてもう一つ、こちらは宅配サービスのことだと思うんですけども、14時より前に配送を指定していたのにもかかわらず遅延した場合は対象になりますかということで、これについての回答は配送遅延などの理由にかかわらず決済が14時を過ぎた場合は対象外ですとのことなので、これらをひっくるめて言えることは、もうできる限り早い入店する方がランチを楽しむことができるということと思いますし、あとはスーパーだったらもう本当にゆっくりとお買い物ができるということ、そして宅配サービスであればもう余裕を持って事前にメニューを決めておく方がいいのかなというふうに思いました。ということで、今回の動画は以上なんですけども、一応ですね、下の概要欄に PayPay の7月のキャンペーンのリンクのページを貼っていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。